おはようございます。おはようございます。なんですかこれは。これはね、タップって言うんですけど、はい、タンパンやるやつ。これはすごい。クレイクリストに乗ってて、ノルバリンダっていうここから 2,30 分ぐらいかなのところに取りに行ったんですよ。多分その人元建築屋さん。おでも使わないから、家を綺麗にしてもう使わないから。25ドル。ただこれ新品で買うと100ドルぐらいするんですよ。信じられないでしょ。確かに100ドルじゃないよこれ。確かにそんな高いもんじゃないですよね、見た目。その人の家ヨルバリンダなんですけど、はい、ヨルバリンダっていうのはニクソン大統領出身地なんですよ。でニクソンはその後サンクレメン、前僕が住んでるサンクレメンテに引っ越したんですね、はい、ただヨルバリンダの出身の人で、これはニクソンって呼んでます。何の話をしてるんですか。どうも、はじめです。今回もですね、田中市の庭の掃除、まあ、庭 DIY、庭工事ですかね、こちらの、お手伝いに来ましたと。で、なんかニューアイテムをね、ゲットしたみたいなので、その使い方を教えてもらっていきます。地味だなぁ。地味だなぁ。いやいやいや、これ基本なんだって。この10インチの間隔っていうのがすごい大切なんですよね。これがないとうまくいかないんで、こんな綺麗にできない。みんな足でやるんだよね、大体。なるほど。足じゃうまくいかないよ。なんかもうちょっと派手な絵はないですかね。いやいや、建築の世界って地味なんだって。結構分かったよ、これは。分かったね、はい、やってて、はい。土なくなりましたね。いつもやったんだ。わかるかな、でも見てる人わかるかな。わかんない。見てる人わかるかな。いや、この感じ。この高さ下に掘るんですか。約10センチ。本気で言ってます。本気で。さっき同じことやったって言ったじゃん、外。ここ全部ですか。じゃないとコンクリートはできない。結局ここをコンクリートで埋めるっていうことですね。そうです。理由は雑草がもう入ってこないようにしたいって言ったじゃない、この間。全部取らないと。向こうもっすか。全部。このコンクリートも壊すの今マジで言ってます。またやばい。じゃあこれ個人でやるレベルですか。違う。でもやりたいな。壮大ですね。この前土を捨てたじゃないですか。いくらぐらいかかった。900ドル。それでは今日のやることを発表してください。やるんだったらやっぱりここだよね。今日はこのエリアをまず掘って掘ることだね。さらに掘るんですね。また900ドル。田中さん、はい、コメントで来てたんですけど、はい、ここについてた金属の棒、うん、地面に刺すらしいですよ。なるほど。で僕もそうだと思ってた。なんかおかしいなって。タイヤを外すらしい。そうそうそう、そのタイヤを外してその金属の棒を土に刺さることによって抵抗力が生まれ、より深く耕すことができると。ありがとうございます。助かります。これで時間短縮ですね。儀式お願いします。はい、というわけで本日も庭改装やっていきたいと思います。よろしくお願いします。渋いね、コンテンツが。ちょっとやっただけですけど、土がたんまり溜まってます。やりましょうって言った自分を今後悔してます。すごくいい土。もったいないですよね、これね。もったいない。絶対いい費用になる。使いようがないっていうか。
約1時間ぐらい頑張りましたけど、どうですか。もう1ラウンド最低でも、ね、ちょっと待ってください。変わってないですね、うん、見た目あんま変わってない。残念だけど、あれぐらいじゃダメじゃない。1個分ぐらいじゃ豆ができたもんな、ここ。久々に豆作った。10年以上ぶりだ。これに良さ感じれますかね、この映像で。大丈夫ですか。全然感じない。じっくりいかないと。じっくりですね、商売は。時間がかかるよ。なるほど。第1回から何にもこう見た目がそんな変わってないですよね、うん、はい、ただ、まあ、みんなにはぜひ応援してほしいですね、うん。田中さん、はい、この伝説の幸運期なんですけど、はい、見事あの視聴者さんのコメントによって、はい、ま、このタイヤを外すとか、うん、この後ろの金属を刺すとかでだいぶ効率よくできたと思うんですよ。そうですね、おかげさまでありがとうございます。タイヤがある方が、はい、当然前には動きやすいですよね。そうですね、まあ、深く掘るときはタイヤ外して金属刺して、うん、そこでずっとずっとやる、動かず。それで合ってるんですかね。いや、それはね、ぜひアメリカにいらして、いらして、実演してください。コメントじゃなくていいですか、うん、来るんだ。もう参加参加参加していただきですね、はい、その後僕ができることはビールをご馳走し、はい、野球やってれば、野球大谷選手の試合を見に行く。やってればですね。やってればですね。そうですね。ただ大変に参考になりました。そうですね。ありがとうございます。あとこれなんですよね。このリバーは一体何なんだ。リバーシブルだと思うんです。ちょっと後でやってみましょう。これが何なのか分かんないですよね。戻る時のためだと思うんだな。いや、視聴者さんの方、詳しい方多いんで。ぜひ。はい、コメントで教えてください。よろしくお願いします。引き続きじゃあ、はい、頑張りましょう。もう2ラウンド、まだ。これちょっと聞いてみてよ、みんなどうやってんだ、プロは。どこで持ってんのか。あのグッと掴んじゃうと豆ができちゃうんで、こうやって指で今回持っている方法でございます。あんま力入れなくていいのかもしれないですね、うんうん、そうかもしれない。はい、いや、こんだけの土になりました。田中さん、ちなみにこちらの、まあ、2バック、はい、おいくらですか、持って、持ってってもらうのに。100ドルとか700ドルじゃないこれを捨てるだけで、ちょっとなんかいい方法とかあれば教えてください。持っていくのも大変、不法投棄もできないですもんね、こんな量。お疲れ様です。どうですか皆さん、変わったなぁ。みんな変わってない。変わってないですね、うん、ただまあちょびっとだけ、はい、ちょびっとだけあの薄く削れた感じですね。素晴らしい。すみません、あのじゃあ美味しいビールをいただきます。乾杯。ロングボード、うん、ビッグウェーブですね、これね。うまっ。まあこれだけでも価値があったんですか。そうですね、この一杯だけで。このために頑張ったことですよね。まあそれが幸せじゃないですか。ビールがうまいっていうのは。そうですね、美味しくないビールいっぱいありますもんね、うんうん、たくさんある、はい、やっぱりいいビールを飲めるってのは幸せなことじゃないですかね、はい、健康で。これが美味しい美味しくないじゃなくて、美味しくビールを飲めるかどうかってことですね、うん、いい友達と。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は以上なんですけど、はい、はい、これから続きはまだあるんですね。うん、次の目標かなんかあればちょっと教えていただきたいなと。いや、まあ変わんないですよ。変わんない。あともう5回同じこと。5回やるんですね。なんかここからコンクリートどうのこうのみたいなのは、やっぱ1回鳴らさないとね。鳴らして。やっぱ基礎が大事だと。基礎がもう全てですね。人間基礎が大事ってことですか。まあ何でも。基礎がないものはどうにもならん。そういうことでございます。はい。今日は以上です。お疲れ様、ありがとうございました。乾杯。乾杯。それじゃあまた次の、動画を見てください。ありがとうございます。じゃあね、バイバイ。Thank you for watching. Make sure to hit that subscribe button.
follow Hajime on Twitter and Instagram, and we hope to see you back again soon.